急流をメは、甲骨魚類の分類群の一つ。酸化22属で構成され、アユ、死者も、白魚、ワカサギなどよく知られた、長魚、食用魚を含む88種が所属する。ほぼ全ての種類は、淡水魚か、あるいは海洋と河川を往復して暮らす、疎化性の魚類である。急流をメは裂け目、川かます目、ニギスメとの関係が深く、 これら4目は原曲九ア目としてまとめられている。キュウリウオ目はかつてニギス目と共に裂け目に含められていたが、ネルソンによって、ウリウオア目、ニギスア目の2ア目13下からなる独立の目とされた。その後ネルソンにおいて、ニギスア目が単独の目として分離され、2008年現在の参二22族の構成となった。9リウオ目は、 急流を浄化とガラクシアス浄化の二浄化からなり、ほとんどの種類は、淡水で産卵する。急流を浄化は、北半球に分布し、死魚治魚期の実を海で過ごすアユや、産卵のため素浄化を介入する、シシャモアカサギなど種によって様々な生活史がある。ガラクシアス浄化は、南半球の淡水域に生息し、特に、タスマニア島を含むオーストラリア南東部とニュージーランドに、 多くの種類が分布する。体型は一般に細長く小型で、体長は最大でも60センチメートル未満である。腹気は腹部の中央についている。油びれを持つ種類と持たない種類があり、開花の分類に用いられる。元腸径骨、眼下腸径骨を描く。キュウリウオー目は、キュウリウオ上下、ガラクシアス上下の二上下の下に、酸化22属が設置される。 かつて本目に含められていた、ニギスアモク、アーゲンティノワディは、ネルソンにより独立のニギスメアーゲンティニフォームズとして、扱われるようになった。和名のない分類名については、本校では、上野、坂本によるカタカナ表記を参考とした。急流を城かオスミロイディアは1か11族からなり、31種を含む。卵は粘着性の膜で覆われ、産卵後は砂力などに付着する。 かつて、元神科に属していた、スンダサランクスカサンダセランガデイは、二神科に移されている。急流丘はカサギ族の一種、急流王族の一種、急流丘、オズマラダ A、スマルトは3赤11族31種。甲外骨はダンベル状で、腹気のヒレ状は8本。油ビレを持つ。側線はあるが、多くの種では、不完全である。体色は主に銀色で。 体長20センチメートル未満の種類が多い。ガラクシアス上下ーーギャラックスイディアはニカ11属57種で構成される。分布はオーストラリアニュージーランドなど南半球が中心である。南キュウリウオカの所属位置についてネルソンは形態学的な解析手法を採用し元がミカに含めたがミトコンドリア DNA の解析に基づきキュウリウオカの 姉妹軍であるとみなす見解もある。南急流丘南急流丘レトラピニデイワニアカ、三族五種。ガラクシアスカガラクシアスカガリキシデイワニアカ八族五十二種。レピドガラクシアス族の魚類には際立った特徴が多く、分類上の位置や他の分類群との系統学的な関係については多くの議論がある。ありがとうございます。